アニメ甲子園どう、皆さん秋の夜長いかがお過ごしでしょうか。アニメ甲子園どうどう第2回目です。おー、2回目までいった、うん、だってご紹介いたします。いつものアシスタントです。秋吉です。内田清樹です。よろしくお願いします。今日なんかグーグーガンモの T シャツ着てます、はい、これ高校生絶対わかんねえよグーグーガンモ、うん、で、今回もゲストです。この方こんにちは、天童里奈です。イエス、おイエーイ、女の子第2週。さて、前回お話できなかったんですけども、第0回の時にちょっとお話をさせていただいた、あとアニメ甲子園で作ってるアニメ作画の方がだいぶ進んできまして、一部できたところを含めて見せようかなと思うんですけども、お見せしていいですかね監督。じゃあ見てください、どうぞ。エースの子が描いてくれたパンツシーンどうしようか。いや、あれはパンツ見えちゃうし、入れるべき、入れるべき、パンツを見せるべき。いや、なんかちょっとチラッて見えるのね。あ、チラッチラッ、なんか、うん、チラリズムが、うん、そう。じゃああれは息で息で、あそこだけじゃ塗ろうちゃんと見終わった後なんかこう脳に残りそう、うん、ガラガラとかね。ダメだこいつ。あくまで高校生に聞かせる健全な番組なのでね。ここら辺でね、で一応こんな感じだったんですけども、やっぱ絵コンテとは違って、なんか部分ですけど、動き出した、うん、なんかいい感じになりそうですよね。そうですね。どうですか、作画監督から見て。いやー、もうすごい、もう傑作の予感がしてます。してます。してます。します。ひしひしと。ひしひしと。どうでしょう、この女子高生、あんまりセリフないんだけど、伝統さんとかに声当ててもらっちゃうとか。お、お。いいですね。お願いしましょう。お願いしましょう。よろしくお願いします。優しいこと。あ、オッケーしたよ。お。じゃあお願いし。いや、私できないですけどね。さて、それでは10月21日までのエントリーの状況をね、内田君の方から発表してもらいましょう。はい、よろしくお願いします。オリジナルアニメーション部門30組、パラパラアニメーション部門9人、シナリオストーリー部門22人、キャラクターメカデザイン部門139人、ボイスアクト部門157人となっております。結構来てるね、先週今週とね、たくさんのエントリーありがとうございます。ありがとうございました。まあいつもいつもですが、楽しい時間というのは過ぎるのが早いもので、5分間ってあっという間ですよね。本当に今回も、まあ、そろそろ終わりということで、はい、いつも通りこの番組へのご意見ご感想は今出ている住所またはメールアドレスに送ってください。はい、遠藤さんは2回にわたり収録をお付き合いいただき、はい、本当こんなバカ収録にありがとうございました。ありがとうございました。来週は、いや、さすがにテストが、あ、テスト、テスト、週間試験ってことで、来週は来れないそうです。それでは今回のお相手は、私 MC こと MC、秋吉と内田と伝道里奈でした。バイバーイ、バイバーイ。